ヘイ、こんばんは。今日はね、このファイティングロードのね、あの本川パワーベルト、こいつのレビューをしたいと思います。簡潔にちぎれました。穴と穴が一緒になった。早かったっすね、結構。で、ちょっと僕は、まあ、ちぎれたぐらいやったらね、僕結構使い方荒いんで、それは仕方がないかもしれないんですけど、僕的にはね、ここが潰れると思ったんです。ここ弱いから、細いんですよ。が潰れると思ったんですけど、こっちの穴がね、こう破けちったということで、僕はこれ今日解体したいと思います。どんな仕組みになってるのか。本革って言うけど、何が本革や。ちぎったね、これ。よし、ちぎれた。まず外の層、これがこうやね。あ、取れた取れた。取ったなんなん、これ何できたの。これが革か。まずで表もちぎろ。黒いカバーみたいなついたの。あ、これなんか接着剤にくっつけてるみたいですね。表の化粧の皮剥がれた、剥がれた、簡単に剥がれた、簡単に剥がれた。あ、簡単に剥がれるこれ。バカとハサミはなんちゃら、なんちゃって言うけど、ちぎれた、ちぎれた。オッケー、中身取ったよ。これなんやろな、真ん中に挟まれてるもの。これは何だろう、皮か。ほんまにすごい、こんな風にちぎれる、もろもろ。なんか何これ、皮何やろな、これ。こんなん手で、ほら中に入ってる。これこれで傘を増してると見た。分厚く見してる。確かにこの外側にあるやつは結構強度があると思う。ここね、これ、こいつ、こいつ自身は強度があるけど、この中に関しては全く強度ない。この外側、これも皮やと思うねんけど、これはほんまに皮やと思うねんけど、これもまあまあ強度がある。結果的にね、これ分厚くしてるんですけど、中身が全然強度がない。そら外がだいぶいってきたら早い、勝負は早いと思う。ここのパッドも何入ってるか試してみましょう。おんほんほんほん、すごく普通のこのなんか洗車スポンジみたいな、なんかもうウレタンの、ただただこのスポンジが入ってましたね。普通にこんな感じ剥がしたら、このほんの真ん中のやつがね、しょぼすぎる。だから結果的に実際的に強度が持ってんのは、この糸で縫い付けてることと、あとこの表のこの皮っぽい何か、これが強いだけで、中のこの分厚いのはただのなんかもうもろもろになる何かでした。誰かいる人います、これ。使われへんけど、最後にどんぐらい弱いか試してみましょうか。ここにこれを入れて重く僕は引っ張ります。それで耐えるか。ミシミシ言った。あ、速攻、速攻っすね、速攻。破れてはないけど、ほら速攻でもう裏の穴がこんな風になってます。勝負早かった。ここの穴やとしてはもうこっちに近づく第一歩がもう起こってるっす。これ多分4000円ぐらいするんですけど、まあ、相当このファイティングロードが好きな方以外は、こういった、これも安いんですよ。もう5000円ぐらいやったかな。こういったゴールドジムとかそういうところのね、しっかりしてベルトを買った方がいいです。これは多分まだ解体してないかなとも言えないですけど、ここがね、この中がボロボロじゃないっすわ、明らかに。今日はね、ファイティングロードのね、あ、ちゃとりあえずベルトの説明でした。説明っちゅうか、まあレビューっちゅうか。じゃあまた、さよなら。